スタージョンは、アメリカ海軍の潜水艦。サーモン級潜水艦の一隻。艦名は長座目にちなんで命名された。その名を持つ艦としては、E 級潜水艦2番艦 E-2 の予定艦名以来2隻目。なお、退役から22年後に、スタージョン級原子力潜水艦1番艦として3代目、スタージョンが収益している。 シベリア長ザメアムール長ザメスタージョンは1936年10月27日にカリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で寄港した。1938年3月15日にチャールズ・ウェス・フリーマン夫人によって命名浸水し、1938年6月25日に艦長エディ・バーンズ少佐の指揮下収益する。スタージョンは モンテレー湾で建造諸行未を完了した。10月15日に成長巡航を開始、メキシコ、ホンジュラス、パナマ、ペルー、エクアドル及びコスタリカの港を訪問し、1938年12月12日にカリフォルニア州サンディエゴに帰還した。スタージョンは第6潜水船隊に配属され西海岸沿いに、作戦活動20時、その活動範囲は、北は、 ワシントン州まで及んだ。スタージョンは、太平洋艦隊の船体とともに、ハワイへの巡航を1939年7月1日から8月16日までと、1940年4月1日から7月12日までの2度、行った。1940年11月5日に、サンディエゴを出港し、新序湾で1941年11月まで、作戦活動に従事した。 11月10日に真珠湾を出港したスタージョーンはフィリピンに向かい11月22日にマニラ湾に到着した。その後、スタージョーンはアジア艦隊第2潜水戦隊第22分艦隊に配属された。12月7日に日本軍が真珠湾攻撃を行った時、スタージョーンはウィリアム・エル・ライト・少佐の指揮したマリベレス湾に係流中であった。 12月8日、スタージョンは最初の紹介で台湾及び方庫諸島方面に向かった。12月9日の午後に小型タンカーを観測するが射程外であった。12月18日、スタージョンは5隻の小船及び護衛の巡洋艦と数隻の駆逐艦からなる船団を発見する。巡洋艦の射程内で潜望橋深度に浮上したが250ヤード遠方の 護衛艦により発見される。スタージョンは先行したが65フィートまでしか振動を取れず、敵の爆雷攻撃で多数の電球が破裂したものの、深刻な損傷は負わなかった。スタージョンは無音で先行し、敵の攻撃を回避した。12月21日の夜、スタージョンは大型貨物船と思われる船を観測する。後部魚雷発射艦から放射状に魚雷を発射した。 ものの、貨物船の速度は予想よりも速かったため前段が外れた。12月25日、スタージョンは17日間の行動を終えて、マリベレスに帰島した。12月28日、スタージョンは2回目の紹介で、ボルネオ島方面に向かった。タラカン島を経由し、マカッサル海峡方面で紹介。1942年1月17日、スタージョンは、 スブツ島南西でタンカーを観測。これに攻撃を行うが3本の魚雷は、前段が外れ、タンカーは海域を脱出した。1月22日の夜、スタージョンは、両艦ピカーレルから、大型船団が、マカスサル海峡を航行しているとの警告を受ける。数分後に、ソナーが船の信号を観測した。スタージョンは先行し、大型船に対して4本の魚雷を発射。 二つの爆発音を観測した。その後二隻の駆逐艦による2時間半の爆雷攻撃を受けたものの損傷を負うことはなかった。1月26日、スタージョーンはバリークパパン沖で輸送船及び四隻の駆逐艦を観測。全部魚雷発射艦から放射状に魚雷を発射し、輸送船が大爆発を起こしスクリューが停止した。戦後の記録では沈没したという事実は、 発見できなかったが、輸送船は損傷したものと考えられた。3日後、スタージョンはタンカーに対して2つの命中弾を与えた。2月8日の朝、スタージョンはマカッサルに向かう日本艦隊の航路上にいたことを確認した。先行して数隻の駆逐艦及び、巡洋艦を回避、それらは頭上を通過したが、敵船団の動きを アジア艦隊潜水艦部隊司令に対して報告することはできなかった。スタージョンは2日後に紹介海,海域を離れ、オランダ領東インドのジャワに向かうよう指令を受けた。2月13日、スタージョンは46日間の行動を終えて、スラバヤに帰島しかし、日本軍部隊の接近によりスタージョンはチラチャップへ移動した。アジア艦隊潜水艦部隊のスタッフを上官させると、 スター・ジョーンは、スティングレイと共に潜水母艦、ホーランド及び、駆逐艦母艦ブラックホークの護衛として2月20日に、オーストラリアのフリーマントルへ向けて出航。3月3日に到着し、3月15日まで整備を行った。3月15日、スター・ジョーンは3回目の紹介で、マカッサル海峡方面に向かった。3月30日、スター・ジョーンは、マカッサル沖で、 海軍徴用船朝マルを撃沈する。4月3日、スタージョンは750トン程度の護衛艦に命中弾を与え、感銘不詳ながら敵艦を撃沈したものとして公式に記録した。続いて3本の魚雷を商船に向けて発射したが、全弾が外れる。全部魚雷発射艦には一発の魚雷が残っており、最後の1本を敵船に発射、全勝部に命中させる。 最後に目撃した様子では、敵船は左限に大きく傾いて、セレベス島の海岸に向けて進んでいたように見えた。4月6日、スタージョンはタンカーに対して魚雷を発射したが、距離が非常に近かったため攻撃は失敗した。護衛艦による爆雷攻撃が行われたがそれらを回避し、マカスサル海峡のマンダル岬沖の紹介を続けた。4月22日に、スタージョンは、 駆逐艦のサーチライトで照射され、先行して2時間に及ぶ爆雷攻撃を回避した。4月28日、スター・ジョンはオーストラリアに向かった。しかしながら4月30日の夜に航海は中断され、何名かのイギリス空軍パイロットの救助にあたり、チラチャップ1入り口の島に上陸させた。チェスター・ W ・ニミッツ・ジュニア隊員が指揮する上陸部隊は入り江に入って、 サーチライトであたりを探索したが、荒れ果てた小屋しか見つからなかった。上陸部隊を収容したスタージョンは、フリーマントルに進路を向けた。5月7日、スタージョンは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。修理を行った。6月5日、スタージョンは4回目の紹介で、ルソン島西方海域に向かった。6月25日の夜明け前に、 北緯十五度四十七分統計百十九度三十三分、北緯五点七八三度統計百十九点五五零度、十五点七八三百十九点五五零の地点で9隻の輸送船団を観測し、最大の船に対して三本の魚雷を放射状に発射、爆発音を観測した。護衛艦から二十一発の爆雷攻撃を受け、いくつかの軽機を破損したものの戦闘海域を、 離脱した。7月1日未明、スタージョンは北緯18度37分統計119度29分、北緯18.617度統計119.483度、18.617、1 18. 九9 4 8 3のルソン島、ボヘアドール岬西方海域で、ラバウルから、オーストラリア軍捕虜及び、民間の非翼流車線157名を乗せて、サンアに向かっていた。 直接運送船モンテビデオマルに向けて巨雷を発射。日本がモンテビデオマルの原に命中し、モンテビデオマルは10分前後で沈没した。アメリカ側がモンテビデオマルの輸送任務について判明したのは後のことであった。捕虜らは海に放り出された後、浮遊物に捕まってオールドラングサイを歌いながら救助を待ち、生き残った捕虜は駆逐艦に救助されて、 日本に送られた。7月5日には、北緯16度07分統計119度13分、北緯16.117度統計119.217度、16.117、16. 119.217 11の地点でマニラから北に向かう戦乱を発見し、攻撃4000トン級タンカーの撃破を報告した。アメリカ側の記録は、このタンカーを 特設給油先サンペドロマルとするが、日本側の記録では、サンペドロマルが攻撃された日は7月7日である。7月22日、スタージョンは47日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。修理が行われた。スタージョンは修理後、ソロモン諸島の戦いに投入されることとなり、オールバニに帰港した後8月18日に出港。8月29日朝に、 ブリスベンに到着した。艦長がハーマン・エピチェント・コフスキ少佐に変わった。9月4日、スタージョンは5回目の紹介で、ソロモン諸島中部海域に向かった。9月11日に、ブーゲンビル島西方、モノ島及びショートランド諸島海域で紹介を開始し、ラバウルとブカ島及びファイシ島の間を行き交う、敵船の探索を行った。9月14日には、 南井06度48分統計154度42分、南六6.800度統計154.700度、マイナス6.800154.700の地点で、ミネ風型駆逐艦と、上風型駆逐艦と、おぼしき艦艇,艇に護衛され18ノットで航行する、大型貨物船に対して4本の魚雷を発射したが、前段が外れた。日後の月日夜には、 南位05度28分統計152度58分、南五5.467度統計152.967度、マイナス5.467、152.967の開始島近海で2隻の大型タンカーに対して、来撃を行い、2本命中させた。10月1日朝、スタージョンは、南位05度51分統計153度18分、 何5.850度統計153.300度 -5.850-153.300 の地点で青葉型重巡洋艦と護衛を伴って航行中の特設航空機運搬艦カツラギノマルを続け様に観測する。スタージョンはカツラギノマルに対して4本の魚雷を発射し、内3本を命中させて撃沈した。 護衛艦は、しばらくの間爆雷攻撃を行い、その後生存者の救助に向かった。スタージョーンは、テテパレ島南方に移動し、同海域での紹介を継続した。10月25日、スタージョーンは51日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。11月15日、スタージョーンは6回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。 11月30日に紹介海,海域に到着。12月6日、スタージョンは北緯08度14分統計149度15分、北緯8.233度統計149.250度、8.233149.250のモガミバンク近海で輸送船団に対して4本の魚雷を発射し一つの命中を観測する。 12月9日及び18日にも敵艦に対して攻撃を行うが、いずれも成功しなかった。スタージョンは12月25日に紹介会域を離脱。1943年1月4日、スタージョンは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。その後は1月14日から5月11日まで、ハンターズポイント海軍造船所でオーバーホールが行われた。 スタージョンの後部6月12日、スタージョンは7回目の紹介で日本近海に向かった。ミッドウェイ島で補給の後、6月29日に室戸岬沖の紹介海域に到着した。スタージョンはこの紹介で、千歳型水上規模艦や航空母艦、従順洋艦と推定される大型艦を含む7つの目標を観測したが、攻撃を行うことができたのは1つのみであった。 7月1日昼頃、スタージョンは、キー水道コース先置きで、貨物船に対して放射状に魚雷を3本発射。2つの命中音を観測し、損傷を与えたと判断されたが、これは目標をかすめて陸に命中した音だった。攻撃後、スタージョンは、不設定、荒井崎や特設総海底第3エグチによる爆雷攻撃を受けたが、被害はなかった。 8月2日、スタージョンは51日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がカールトン・エルマーフィージュニア少佐に変わった。8月29日、スタージョンは8回目の紹介で、東シナ海、台湾近海及び南西諸島方面に向かった。台湾近海で輸送船団をはじめ、独行のタンカー、貨物船及び病院船などを観測したものの、 前回同様目立った戦果を上げることはできなかった。スタージョンは、きっミッドウェイ島に寄港した。10月27日、スタージョンは59日間の行動を終えて、真珠湾に寄港した。12月13日、スタージョンは9回目の紹介で、日本近海に向かった。1944年1月11日、 スタージョンは、北緯32度31分統計131度54分、北緯32.517度統計131.900度、3 2 5 1 7十3 1 9 0 0の足摺岬西南西海域で、最近からパラオに向かう、五0 5戦団を発見。重なった目標を発見し四本の魚雷を発射。戦断一番線の陸軍船エリー、丸を撃沈。 爆雷攻撃を回避するため深々旅に潜り、船団への再度の攻撃を行うことはできなかった。お0 5船団はすぐさま再起に引き返した。5日後の1月16日、スタージョンは北緯32度15分統計132度29分、北緯32.25、0度統計132.483度、 32.250132.483の沖ノ島西方海域で、ウェイク島に対する第二次輸送作戦に従事中の特設巡洋艦赤城丸と、護衛の駆逐艦初月と両月を発見。各目標に対する4つの命中音を観測し、敵艦からの反撃で先行を強いられ、18時55分に海域を離脱した。スタージョンが発射した魚雷は、 日本が両月の全部と後部に命中し、両月は全部は60番フレームより、前が火薬庫の誘爆により死産し、後部も118番フレームから、後ろが大破切断され、駆逐隊司令、艦長以下戦死者多数を出した。両月はこれほどの被害を受けたものの沈没せず、やがて、スクモワン、ついで、クレ海軍交渉に栄光されていった。一月十四日には、 北緯32度39分統計134度00分、北緯32.650度統計134.000度、32.650134.000の地点で、府二0 3戦乱を発見し、2度の攻撃を行う。最初の攻撃で敵艦に対して一発命中させ、2度目の攻撃では陸軍船長戦艦を撃沈した。二日後、 二隻の貨物船に対して攻撃を行うが戦果を上げることはなかった。この時期、スタージョンや近海にいた両艦の活躍は目覚ましく、日本側は被害続出のため、パラオ行き船団のルートは、文後水道を通過する直行ルートを放棄し、九州西岸や台湾を経由するルートへ変更するに至った。スタージョンは、北、ミッドウェー島に寄港。2月6日、 スタージョンは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。修理を受けた。4月8日、スタージョンは10回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、南鳥島を攻撃する空母艦載機部隊の支援任務も含まれた。5月10日、スタージョンは、父島北西海域で第4千五陸軍戦西流丸に対して、魚雷を発射。しかし、 この攻撃は回避された。スタージョーンは、護衛艦と敵機の攻撃を回避するため先行し、潜望強深度まで浮上し翌朝まで戦団を追跡。翌11日未明、北緯29度50分統計141度50分、北緯29.833度統計141.833度。 29.833、141.833 29. 14の鳥島近海で2度目の攻撃を行い、青竜丸に対して4本の魚雷を発射した。2分の間に3つが青竜丸に命中。青竜丸は間もなく沈没した。スタージョンは回凍し、全部発射艦の魚雷を他の船に発射した。2発が命中し、目標は煙を上げて停止しているように見えたが、実際には、 回避されていた。その後は、航空機部隊の護衛を5月20日に始め、3名のパイロットを救助した。5月26日、スタージョンは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月10日、スタージョンは11回目の紹介で、日本近海、南西諸島方面に向かった。この紹介における、攻撃価値のある敵との接触は2回のみであり、それらは、 厳重に護衛されていた。最初の接触は6月29日朝、北緯27度42分統計129度05分、北緯27.700度統計129.083度、27.700129.083の徳之島南東海域で高412船団を発見。大型船に対して4本の魚雷が発射され、 陸軍戦富山丸の左限にすべて命中。富山丸は積載していたガソリンが激しく炎上し、間もなく二つに折れて沈没した。7月3日には、北緯28度53分統計129度51分、北緯28.883度統計129.850度、28.88329.850のなぜ北東海域でコニアを出港し、 鹿児島に向かいつつあったたか604戦断を発見。戦団は、航空機及び数多くの小型艦によって、護衛されていた。スタージョンは、陸軍船大林丸の選手付近を通過し、これを見た、大林丸の砲院が砲撃を開始し、体当たりの体勢に持ち込もうとした。スタージョンはこれをかわして、魚雷を4本発射。うち3本が命中し、大林丸は、選手が吹き飛び、 側面に大きな穴が開いた末、右舷に傾いて沈没した。スタージョンは深深度先行し、およそ196発の爆雷及び爆弾を回避した。護衛艦は流出した油混じりの海水を撃沈した証としてバケツにすくって引き上げた。8月5日、スタージョンは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これがスタージョンの最後の紹介となった。 スタージョーンは、オーバーホールのためカリフォルニアに向かい、8月15日にサンフランシスコに到着した。1944年12月31日、サンディエゴに移動し1945年1月5日に東海岸に向けて出港する。1月26日にニューロンドンに到着し、第一潜水船体に配属された。スタージョーンは、ブロックアイランドサウンドで、 訓練艦任務に10月25日まで従事し、10月30日にボストン海軍交渉に入居、1945年11月15日に退役した。スタージョンは1948年4月30日に除籍され、6月12日にスクラップとしてニューヨークのインターステートメタルズ株式会社に売却された。スタージョンは 第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。505戦団は新しい加入戦を加えて2日後に再度出航したが、1月14日から16日にかけてシーウルフとホエールの攻撃を受けて壊滅する。英文版には、バットザ・ジャパニーズ・ディド・ノット・レコード・ザ・アタックという記述があるが、5人、ありがとうございます。